はい、新しい農園91日目です。草生え放題、草生える大草原不可避状態ですね。はい、まあ、トマトがね、赤々としてますね。なかったのを少し倒しましたけど、なんかドラゴンみたいに茎がうねうねしている。はい、ね、中玉トマトがね、一応赤くはなってるんですけどね、一つ食べてみたところあんまり美味しくなかったね。トマトはいい品種を選んだ方がいいような気がしますね。はい、これは教訓といたしましょう。で、まあピーマンとか、まあこんな感じですね。ちょっと勢いをなくしてて、うん、あんまり大きいのはできないんですけど、まあまあもうちょっと涼しくなったらいい感じになるかな。ナスビはこんな感じです。うん、ちょっとね、一時期よりは持ち直した感がある。うん、今日これからね、あの、そこに生えてる唐辛子を収穫しようと思います。はい、収穫しました。収穫したのはこちら。結構いっぱいじゃない。これはね、今日はね、タバスコにしてみようと思います。はい、やってまいりました。キッチン、先取ったばかりの唐辛子、そして水、塩麹ですね。まあ塩水につけるだけでいいっぽいんですけど、塩水につけただけだとこのあと3年ぐらい発酵させないといけないらしいんで、本家の作り方はね、本家タバスコの作り方、ネットを参考にした本家タバスコの作り方は、これを亀に入れてね、塩水で3年寝かせるらしいんですけど、それはちょっと待てないということで、発酵を促進させるために塩麹を使っております。さあ、その塩麹の量もね、よくわかんないんで、とりあえず小さじ5入れてます。小さじ5、そして水をなんとなく、300ml ぐらい入れてますね。べちゃべちゃべちゃめちゃびちゃびちゃじゃねえか。まあいいわ。で、ハンドブレンダーでブレンドしていきます。ブレンドがね、またブレンドしない方がよかったかもしれないなと思ったりもする。ブレンドするんじゃなくて、まあ、まあ、6週間ぐらい寝かせようと思ってるんですけど、6週間後に塩水捨てて、まあ、塩麹水捨てて、残ったのをブレンドする方が、もっとその、唐辛子の身の部分だけをブレンドするの方が良かったかもしれないと思ったりもするんですが、どうなんですかね。わからん。まあ量もね、ちょっと多かったかもなと思ったりね。とりあえず瓶に移してます。種ごとやってるのは、種は最後こすんで、これでいいかなと。でちなみに種を入れたままにすると辛くなるらしいね。種を取った方が辛くならんらしい。まあ辛くていいので種は残しました。で瓶詰めにして、まあ、6週間これで待ってみようかなと思います。とりあえず今回はこんな感じ。6週間後にちょっとまた手を加えるかもしれないです。91日目でした。ほなまた。